どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はね、速報ということで、楽天ポイントがですね、 JAL マイルに交換をね開始いたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、楽天といえばですね、 ANA のねイメージが結構強い方多いんじゃないかなと思います。私もねそう思っておりまして、まあ ANA とね提携カードも出ておりますし、楽天ブックスとかでね購入すると ANA 周りはね溜まったりいたしますので、まあどちらかというとね ANA の方はねイメージ強かったんですけども、昨日ですね楽天ポイントから JAL マイルのね交換が発表されたんですよね。ですので今後ね楽天ポイントから JAL マイルっていうのもですね交換することがですねできるようになるっていう風になりますんで、楽天でね物を購入されている方、またね楽天経済圏なんて言われておりますけども、楽天スーパーセールとか楽天お買い物マラソンとかですね、フルで利用されていて楽天ポイントねたくさん持ってますっていう方はですね、かなりね影響あるんじゃないかななんていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまず楽天のプレスリリースをですね簡単に見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとこれにね画像を出しておきます。楽天ポイント JAL マイル相互交換開始ということで、今回ですね楽天ポイントから JAL マイルも交換することができるようになったわけなんですけども、 JAL マイルから楽天ポイントもですね交換することができるようになったって言った形になるんですよね。またですねこちらねもう利用することができるようになっておりますので、楽天ポイントをある程度持っていて JAL マイルに交換されたいなっていう方ももちろんできますし、 JAL マイルねちょっと今使えないから楽天ポイントに使いたいみたいな方もですね利用することができるっていった形になります。またねこちらが JAL のね公式サイトの方なんですけども、まあこういった形になっておりまして、マイルと楽天ポイントの相互交換ができますということで、まあこういった形でね JAL の方には記載があるっていった形になります。まあ JAL マイルからね楽天ポイントっていうルートはですね、まあ私のチャンネル見られてる方やね利用される方はね少ないかななんていうふうに思うんですけども、まあちょっと残っててね、これ利用しづらいんですみたいな感じで思っている方はですね、楽天でね利用することができるようになったっていうのはですねかなりねメリットではないのかなと思います。それでは次に楽天ポイントから JAL マイルの、ね、交換の基本情報ね行きたいと思うんですけども、まあ、今後ね交換される方はですねぜひね覚えておいていただきたいんですけども、楽天ポイントから JAL マイルにね交換できるポイントなんですけども、楽天通常ポイントのみっていった形になります。こちらね楽天ポイントには期間限定ポイントであったり、どこからねポイントサイトとか、まあどこのポイントでもいいんですけども、楽天に交換したポイントってありますよね。こういったものはですね JAL マイルに交換することができませんので、この点はねご注意ください。で次に交換レートなんですけども、楽天ポイント2ポイントが1マイルっていう風になりますんで、交換率はね 50% っていった形になります。でこちらね最小交換数が50ポイントからっていう風になりますんで、50ポイント以上あればですね JAL マイルに交換することができて、こちらね2ポイント単位で交換することができるっていう風になりますんで、楽天ポイントはねちょっとしかなくてもですねこちら JAL マイルに交換することができるっていう風になりますんで、こちらねかなりいいのではないのかなと思います。で上限なんですけども、1ヶ月に楽天ポイント2万ポイントまでね交換することができます。ですのでこちら計算するとね月ね1万マイルまで交換することができます。で1回のね交換も上限がありまして、1回の交換はね5000楽天ポイントまで交換することができるっていう風になりますんで、上限まで行くにはね4回ですかねやっていただく必要があるっていった形になります。でこちらね1日1回っていう風になりますんで、24時間に1回ね交換することができます。でこちら楽天ポイントから JAL マイルのね反映期間なんですけども、7日から10日ぐらいね交換必要日数がかかるっていう風になりますんで、まあ、交換してあさって利用したいみたいなね、まあ、そういった感じでは利用することができませんので、このね7日から10日ねかかるっていうのはですね覚えておいてください。またね交換後の変更はねできないっていう風になります。で次にですね JAL マイルから楽天ポイントへの交換レートですね、 3000JAL マイルを楽天ポイントに交換すると1500ポイントっていう風になります。こちら 50% の交換率っていう風になりまして、こちらね1万マイルを交換すると8000ポイントにね交換することができるっていう風になりますんで、交換するポイント数によってこの交換率がね変わるっていう風になりますんで、JAL マイルから楽天ポイントにね交換される方はですね、できればね1万マイル以上がねいいのかななんていうふうに思います。
このね、楽天から JAL マイレージバンクに交換するにはですね、事前の紐付けがね、必要っていう風になりますんで、概要欄に公式サイト載せておきますので、こちら利用される方はですね、紐付けね、忘れずに行っていただきたいなと思います。まあ、こういった形でね、利用していただければなと思うんですけども、こちらね、JAL マイルから楽天ポイントにね、交換すると、通常ポイントに、ね、なると思うんですけども、楽天カードの支払額にポイントって基本的に楽天ポイントって当てれるじゃないですか。多分ね、これ通常ポイントで付与されると思うんですけども、多分これね、カードの充填とかにはね、使えない通常ポイントで付与されると思います。というのもね、私ちょっと前にね、楽天ポイントにポイントを交換したんですけども、こういったポイントってね、カードの充填とかにね、使うことができないんですよね。普通の通常ポイントってカードの支払いね、使えたりするんですけども、この交換されてきたポイントっていうのは、通常ポイントの癖にとか言っちゃいけないかもしれないですけど、通常ポイントなのにカードの充填とかにはね、使えない通常ポイントみたいなのがね、まあそういったものが存在するみたいなので、カードの充填に使いたいみたいな感じで思われている方はですね、こちらね、一応問い合わせしてからね、やった方がいいかなと思います。私はね、以前できなかったんで、多分これね、できないと思うんですけども、まあこういった形になります。ということで、今回ですね、楽天ポイントが JAL マイルにね、交換開始ということで、こちら相互交換できるようになりましたので、速報ということでね、動画撮らせていただいたわけなんですけども、楽天ポイントからね、 JAL マイルの交換率がね、 50% っていう風になりますんで、ポイントサイトね、運用されている方はですね、こちらポイントサイトからね、 JAL マイルに交換っていうのは、まあ基本的に 50% になりますんで、この楽天のポイントからもですね、 50% で交換できるっていうのはですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。楽天でね、日用品とかね、お買い物マラソンとかスーパーセールとかね、狙って利用されている方はですね、かなりね、楽天ポイントね、溜まってる方いらっしゃると思いますので、こちらね、 JAL マイルに交換していただくのもね、いいのではないのかなと思います。今までもね、 ANA マイルにはね、 50% で交換できてたんですけども、なんか ANA マイルってポイントサイトとかでもね、基本75% とかでね、交換できますんで、なんかね、 50% で ANA マイルに交換しちゃうのってちょっともったいない気がしちゃうんですけども、まあ JAL マイルであればですね、まあ基本的にね、どこも 50% っていう風になりますんで、まあ結構ね、いいのではないのかなと思います。またね、今後お買い物マラソンとかね、スーパーセールの時にスーパーディール何パーセントみたいなのね、ありますよね。まあああいったものは全てね、楽天通常ポイントでね、還元されるっていう風になりますんで、こういった時にね、もらったポイントもね、 JAL マイルに交換できるっていう風に思うとですね、かなりね、お得なのではないのかなと思います。またね、あんまり有名じゃないんですけども、楽天っていうのはポイントサイトね、持ってるんですよね。まあ私の動画でね、数回取り扱ったことはあるんですけども、楽天リーベイツっていう楽天のね、ポイントサイトがあるんですよね。で、こちら、ポイントサイトなので、楽天リーベイツを経由していて、物を購入していただいたりとか、航空券購入していただいたりすると、この楽天リーベイツのポイントが溜まっていくわけなんですけども、こちらね、まあ、こういった形になっておりまして、ここね、経由して物を買ったりするんですけども、このね、楽天リーベイツのポイントっていうのはですね、基本ね、楽天通常ポイントで還元されるっていう風になりますんで、このね、ポイントサイト、まあ楽天リーベイツもですね、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。この楽天リーベイツね、結構セールがやっていて、アップル商品とかね、こちら 3% とか 2% とかね、ここら辺、キャンペーンっていうか、まあセールの時にね、出たりして、またね、JAL の国内線、また国際線、パックツアーとかもね、この楽天リーベイツってあるんですよね。で、特にね、JAL の国際線、これね、今はちょっとないんですけども、昔とかね、JAL の国内線ね、10% 還元とかあったんですよね。これ結構すごいですよね。今ね、どんどん海外行けるようになって、これがね、結構普通にどんどん進んでいけば、国際線とかのね、広告もどんどん増えていくかなっていうふうに思いますので、まあそうなったらですね、このね、楽天リーベイツのね、ポイントもどんどん上がっていくかななんていうふうに思いますので、今現在はね、JAL の国内線も国際線もね、1% しか還元取れないんですけども、まあ今後ね、このパーセンテージに上がった時にはかなりいいのではないのかななんていうふうに思いますので、この楽天リーベイツもですね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。